家京院。家京院は、宮城県仙台市にある町名である。青葉区に住居表示として、家京院一丁目及び二丁目があり、宮城の区に町名として家京院通りが残っている。家京院はもともと、江戸時代に仙台城の城下町にあった、修験道の寺院の名称で、寺院に隣接する道とその沿道の町が、家京院通りと呼ばれていた。寺院としての家京院は近世に廃寺となったが、 道路名及び町名としての課京院通りはその後も残った。住居表示としての課京院は1970年、昭和45年に設けられた。また、課京院通りは仙台市の歴史的町名活用道路として認定されている。課京院は江戸時代に仙台の城下町にあった主権道の寺院である。仙台藩の山伏は、 総触れ頭の両閣員が統率しており、下教員もその統率下にあった。しかし、仙台藩は母親戦争の敗北によって大幅な原法処分を受けた後、1871年、明治4年の廃藩地権により消滅した。藩の財政的裏付けがなくなった上に、1872年、明治5年の大上官二つにより、主権道は廃止され、主権禁止令。 両閣院は廃寺となり、下京院元木を同じくして廃寺となったようである。下京院は、おおむね東西道である下京院通りに、北から接続する光前寺通り、及び南から接続するも位置が坂により形成される変則四サロの北西角地にあった。現在の道路を例にすると、下京院通り、国道四十五号と駅前通りが形成する。 仮京院交差点の内部から同交差点の北西角地のあたりにあったと推定される。仙台城の城下町では、に通じる道あるいは、沿道にがある道は通りと称され、沿道の町の名前もこれに従った。このため、仮京院に接する道が仮京院通りと呼ばれ、その沿道の町も、東端の一部を除いて仮京院通りと呼ばれた。 1627年、寛永4年から始まる城下町の拡張に伴い、東五番町より東側が建設されて、大胸下記の表のような道路が建設されたが、不動前町と末無家門町と高新道は後に建設された来。下京院通りの西端は劇町南東端に接続し、東端は車町と定次路を形成していた。下京院通りの東の突き当たりは、 伊達総道寺の江戸画廊としても知られるモニワス王、両元の大屋敷があった。1887年、明治20年12月15日に、東北本線の前身である、日本鉄道が、宮城県の塩釜駅まで開業した。日本鉄道の線路は、下京院通りと交差して敷設された。1927年、昭和2年には、仙台市電が、 仙台駅前から北へ延伸して、河京院停留場が置かれた。この停留場の場所は、現在の河京院交差点付近にあたる。1946年、昭和21年には、仙台市電の原町支線が、河京院停留場から河京院通りを経由して、辻川岡気象台前停留場まで開通した。これに合わせて、筋違いだった下京院道と山本町が、 電車通りとして一本の道に作り替えられ、道路の拡幅が行われた。また、戦後に、アタ上杉エ2が建設され、銀南坂が開通すると、カ橋院通りの生誕は、アタ上杉通りになった。東北本線との交差のために、カ橋院通りには、カ橋院橋が架けられた。当初は、道路橋と市電用の軌道橋が別々に存在した。この軌道橋は、 三重県の伊豆津川にかかっていた三重交通信都線路を譲り受けたものだった。1951年、昭和26年12月に加強院橋は、架け替えられて起動時期と、道路、歩道を含む一つの橋となった。この橋は、国鉄の鉄道橋を改造したもので、橋桁は国鉄によって仮設現場に直に搬入された。加強院通りは1953年、 昭和28年5月18日に二級国道111号、1963年、昭和38年4月1日に旧国道45号に指定された。1970年、昭和45年から1971年、昭和46年にかけて仙台市都心部で住居表示が施行され、下京院通りは下京院、本町、宮町、 小田原に含まれることになった。しかし、東北本線と国道45号より、南東の地区には住居表示が施行されなかったため、家教院通りという町名が残り、今でも使用され続けている。また、本町に所在する郵便局の名称は、仙台家教院通り郵便局である。1970年、昭和45年2月1日に家教院通りを含む、 仙台市都心部で住居表示が施行され、道路名を沿道の町名に用いる方式から、道路等に囲まれた地区ごとに町名を付ける外区方式に変更になった。これにより住居表示としての課協院が誕生したが、駅前通、課協院交差点より、西側は本町、課協院通りと新名県庭より北東は宮町となった。1971年、 昭和46年5月1日には、東北本線より、東側の課京院通りでも住居表示が施行され、国道45号、課京院通りより、北側が小田原となった。なお、これらの住居表示により、かつての寺院としての課京院があった場所は、課京院ではなく、本町に含まれることになった。住居表示としての課京院は、国道45号を境に、南側が一丁目、 北側が二丁目である。一丁目は、北を国道45号、西を駅前通り、南を元寺工事、東を東北新幹線、東北本線、仙山線の軌道時期で囲まれる。一丁目を南北に貫く道には、西から末無加門町、加門町の二本がある。東西に貫く道はないが、駅前通りと末無加門町とをつなぐ小道として、 指導家教員一丁目一号線、末無家門町と家門町とをつなぐそれとしてきたから、指導家教員一丁目二号線、及び指導家教員一丁目三号線がある。仙台駅に近い一丁目はその南に隣接する中家町とともに続に、X 教周辺と呼ばれる。九百七十年代半ばから、仙台市が再開発計画を立案、実施し、現在は、 オフィスビルや高層マンションが林立す地区となっている。この地区にある主な施設としては、リッチモンドホテル、カキョインスクエア、東北電子専門学校、シティタワー仙台、ソララ、ホテルジャルシティなどがある。二丁目は、北尾、九丁町,町、低前寺通りの延長。指導を低前寺通り宮町線、西尾駅前通り、南尾国道45号。 東を新中家町、東六番町通りの一町西の南北の道で囲まれる。二丁目の真ん中を南北に空堀亭が貫いている。空堀町の南側は下京院通りで一丁目の末無家門亭へとつながる。新中家町は一丁目の加門町につながる。2017年、平成29年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 1817年、文化14年、仙台藩の藩校である明林用剣道から、医学校が分離して、百鬼町に設置された。この時、医学校の製薬所で用いるための薬草を栽培する、付属薬園として、五百園が、末向門町、現在の課教院に一丁目付近に移った。課教院という地名は、この、五百園に由来しないが、地面から関連性が語られることがある。 また、新中軍相手の観楽街となっていた宮城野橋、X 京周辺の歴史と関連づけて、戦後の混乱期に花町だったから、華京院との属説もあるが、宮城野橋の西側にある華京院は、観楽街、X 京の東側が特殊飲食店街であり、遊郭は小田原にあったので、この属説も誤りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。